空想クソ動画、あ、これは動画のタイトルで、ゲゲゲの、太郎歌ってたら、鬼太郎歌ってたら思いついてですね、逆に、学校と試験しかない、夜逆に学校と大化けにゃ学校も試験も何にもない、逆に学校と試験しかない妖怪、ちびまるで滑稽な陸海のスピードで水のなななな、お腹も減るもん。ディレディロディレ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 、台風が近づいて教室の窓が鳴る。ふん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 。砂のなななななな。ドゥンディディドゥンディディ。やーわーらかい。やわらかい、やわらかい、おねねねねね、ででんでででででろでな、無法者が昨日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 梅池飛ばした、何もかもがすべて、あ、なんか若葉シューターのは専用タンクになったらしいよね。若葉タンクになったんだ。面白。またスプラトゥーンやりたくなってきたのに今スプラトゥーン外しちゃったよ。だから、今日はね、スプラトゥーンします。ごめんなさい、スプラトゥーンします。あの動画を投稿し終えたり、一通りやり終えたら、スプラトゥーンします。スプラトゥーンアップデート入ってるでしょ、今年で最後のアップデート。多分あれ最後でしょ。あ、しおたんさん久しぶりだ。多分仕事だろうな。どうでもよ。何その考察。信じまい。あ、爪切んなきゃな。爪がふかふかして。爪がプンカンプンカン浮いていてえな。じゃにょろりんこおまじないのかうてうべ、はい、ということで今日はここまで、おちまい、しまいにゃおしまいだ、久しぶりに使いましたね、しまいにゃおしまいだ、しまいにゃおしまいだで終わろうと思ったんですけど、その本当に終わるときはまたしまいにゃおしまいだって言うけど、まだ終わりたくないの、2回戦始まっちゃう、ちゃう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 、おおうんうんた、おおつまんな、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 今まで、同級生にもてはやされて面白いって言われてきたやつのノリみたいな感じじゃん。やば。つまんな。え、なんでそんな、さ、その、表現をさ、自信満々にできんの？面白いと思っている表現。面白表現、かっこわらをさ、なんでそんな堂々とできんの？ちょ、人として疑うよね。うん。ちょっと柴田さんがね、柴田さんがエッセンスの、ああ、それはエッセンスだっていうテキス。もう、柴田エッセンス一滴入ったね、今のは。一滴入ってこの影響。やば。ハンマーの力よ。
ココ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 コナッツ、アイ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 ココア、アイアンブルー。ファイホーホーファイホーホーファイホーファイ、ベンベベベベベベベンベベベベベオバーバさすがにね、椅子から離れるようになっちゃう俺も動画は一旦やめます。今日でおしまいかな。ちょっと5時12分なんで、親帰ってガラガラガラだと、おうってなっちゃうから。では、ありがとうございました。ありがとうございます。しまいにゃおしまいだ。覚えてましたよ。しまいにゃおしまいだ。ちょっと待って。もうちょっと。しまいにゃおしまいだ。